皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャズドラマーでワンエキスパートの大坂雅彦です。よろしくお願いいたします。来たるべきオンラインレッスンの日、まあ来てほしいんですけど、オンラインレッスンの時の参考になるかと思って、Zoom にて、録画しております。画質のクオリティと、この、ドラムの音質、まあ僕の今のしゃべりも、このままで、やれるということなので、ちょっと参考にしていただければと思います。今日は、フラムトリプレット、僕ならこう使うということでですね、割とね、あのルーディメントフラムトリプレット難しいですよね。難しいし、これ使いよう、ドラムセットで使いようあるのみたいなね。まずはフラムトリプレットの説明しましょう。フラムトリプレットっていうのはこういうルーディメントです。左手がフラムになって右手が実音で、次は右手がフラムになって左手が実音、連続すると、オーケストレーションすると、結構難しいです。特にあのスピードアップするのがね、ものすごく難しい。まあ僕はもうこれ何十年もやってるから、まあこれぐらいスピードアップしましたけれども、実際あの高速でこのフラムトリプレットを叩くのは難しいし、こんなのフレーズとして使えるのかっていう部分があるとは思うんですけども、使い方によっては結構かっこいいと思います。例えば、まあ今僕がやってみせたオーケストレーション、まあこれ自体はね、まあこれ自体もちろんフレーズとして使えるとは思いますし、例えばこれをリバースして、まあ、あのリバースにすると、そのそれぞれのね3連符の3つ目がフラムのアクセントになるので、これはこれでね、スイングフィールにはあのマッチするんですけども、例えばこれこうするとかっこいい。ハイハットなんかをこう組み込んでる、このハイハット、この3連符で行われているこのフラムトリプレットを、まあ16分音符に変換して、まあチェンジアップしてですね、これだけ高速でやるのはやっぱり結構難しいと思います。なので最初のこの3連符と1拍、次のフラム、ここで一旦終えちゃって、バスドラにオーケストレーションする、
ハイハット絡めるとね、フラムトリプレット、すごいかっこいい、なんかモダンな感じがしますよね。今回はフラムトリプレット、僕ならこう使うということでした。オンラインレッスン、もし、やれるようになったらですね、この感じなんで、ご参考にということでした。ありがとうございます。